ちょっと事件みたいなのが起きてます。まあ今日が慶応のなんか履修の最終日で、今日の10時ぴったしにね、終わんねんけど、で、今必死に、履修登録しようとしてんねんけど、パソコンで。なんか上限がなんとかなんとかで、まあ、ようわからんねんけど、要するに、まあ、進級するために、なんか十分な単位というか、授業をなんか取れへん状況やねんな。だから、ちょっと、あんま状況わかってへんし、めっちゃ不安やし、多分なんかのミスやとは思うねんけど、まあ、心配やから、ちょっとしょうがないから、仕事の予定もずらして学校行きます。いや、もう見て。もう3時50分。こんな時間やねんけど、明日ちょうど直近8時45分につけるように、南校舎調べ倒した。これらしい。6番。もう明日朝一突撃してやる。さすがに、ジャージで学校行くのやばいから、ちょっと、可愛めの服、奥から出してきた。これで、ちょっとまあ、ひなのミス、なんかな、わからん。でもなんか、ほんまに、28単位取れへんかった。ほんまに留年でさ、その分の単位取れへんとかシステムに言われても、いや、無理やねんってこっちのセリフやねんな。だから、ちょっと、ほんまに先生たちに、交渉というか、ちょっと状況を確かめてきます。時間ないから行ってきます。2 hours later. ダメでした。単位が48。単位が48以上。ちょっと何言ってるのかわからんかったんで、まあ要約すると、うち9月入学なんで、この春から始まるのが後期やねんな。で、1年間通して登録できる単位がそもそも48単位上限っていうの決まってんねん。まあ、うちは、まあ、次進級するためには28単位取らなあかんわけやねんけど、上限を超えてしまってるから22単位しか登録できひんねん。まあ、つまりどう頑張ってもフルターンしても22単位しか取れへんから、もう留年確定です。さすがに話聞いてくれるかなって思ったのに、もうルールはルールらしくて、休学の案内されたし、二流は嫌や、ほんまに。パパと一緒やし。Fuck my life。なんでさ、今から学期始まろうとしてんのに、初日で留年確定するん。意味がわからん。ほんまに自分が情けない。せっかくさ、学生部の人にいい印象を与えようと可愛い服着てきたのにさ、なんでそんな冷たくさ、もうあなたは留年確定ですみたいな、私たちはもうできることないですみたいな。もういいわ。もういい。最初からジャージで突撃したったらよかった。まあ、学生部の人は悪くないよ。もう、ルールはルールやし。自分が悪い。自分が。もう全部自分が悪い。落ち着く。こっちの方が落ち着くわ。なんか、ほんまに、お腹、って感じやけど、もう来たことは、しょうがない。もうしょうがないから、新しいプラン考えて、卒業したいからさ、頑張る。うん。なので、皆さんも見といてほしいです。うち頑張るから。うちはこんなんやけどさ、英語はできるし、英語教えるのもできるし、YouTube も、すごい楽しいし、やりがい持ってて、仕事にもできて、会社も持って、やってるから、学校ぐらい、留年一流なん二流か。もう二流やん。二流ぐらい、どうってことないよな。はい、ちょっと落ち着いた。まあもう、怒ったことは、もうしゃあない。うちはどうしようもできひんし、学生部もどうしようもできひんらしい。だからもう、悔しいけど、悔しいっていうか、まあ、ほんまにこれは、うん。もう、過去のことは考えてもあれやし。I just need to start thinking about what I'm gonna do next, which I have no idea. I might have to 休学. It is what it is. I can't change the past. And it's all my fault for not taking school seriously enough. なんか、言い訳にはなるねんけど、まあ、ね。ちょうど去年あたりめっちゃ YouTube 伸び出して、で、リンクアップも立ち上げてってなって、やっぱもう学校どころじゃなかったよね。Which is an excuse, but now I have to live up to the choices I made in the past, which sucks. But, I can't do anything about it right now, so I'll figure out something.I'll tell you guys once I figure everything out. Right now my parents pay for my, you know, tuition. So I've decided I'm gonna start paying my own tuition. I just don't want to put the burden on them anymore.I'm so sorry, mommy and daddy. ちょっと、嫌にを吸わな。もう、あかん。今はちょっとガチで休学考えてて。まだ考えとか計画定まってないから何とも言えへんねんけど。まあもし休学ね、するってなったら、まあそれはもう、サインやと思う。もう、前は、自分の会社、全力で作れ。もう学生なんかしてられへんぞっていうね。こういうサインなんかもしれん。今日から新しく仲間も増えて、な。こんな泣き顔で会いに行くの、ほんまに嫌やねんけど。まあ、仲間も増えて、生徒さんも増えて、会社も大きくなって。そっちに集中した方がいいんかもしれん。でも、うちは、まあ、卒業はめっちゃしたいとは思ってる。めっちゃ卒業はしたい。必ず卒業はする。ここまで、高校生の頃からめっちゃ頑張って、せっかく手に入れた切符というか、ね、慶応に通えるっていう、めちゃめちゃ幸せなことやから。I don't wanna let that go to waste. まあ、うちも本気出したら、めっちゃできる人やから。もう、やるしかない、これは。まあ、ごめん、もうなんかもう、いろいろ話がバラバラや。もう休学するんかせえへんのかっていう感じやねんけど。まあ、するにせよ、しないにせよ、卒業は絶対する。で、必ず会社も大きくする。もう命削ってでも、この二つはする。帰るか。ちょうどやに切れたことやし、もう、この、窮屈なキャンパスから出て、仕事行って、気分変えて、頑張る。今日も頑張る。Is it 500 do something? Yeah. So today we have a new member joining us. Hi, I'm Sohiko Jun. Can you tell us about your experience living abroad or with English? Hi, I have been to Australia since 2020. right after the COVID. COVID. Yeah. Because of working holiday. How was life over there? Very good. And I could surfing, good coffee. Mm-hmm. Good coffee. And then... Welcome to the team. Thanks. ガチで捨てて帰りなって。いや、大丈夫。なんで？何のこだわり？僕自分でリサイクルしたいんで。なんやねん、ほんまに。お疲れ。今日も仕事は順調で、今日もリンクアップは順調で、なんか楽しかったんけど、ママに報告したら、こんな LINE が来てた。終わったー。The moment I am dreading for, where I have to call my mom. まあ正直に言うけど、めっちゃ早い英語でめっちゃごまかしたらいけるかな。いけるか。いけるわけがない。ママちゃん。パック。手汗がやばい。もしもし。なんか心臓に悪い。これは心臓に悪い。かかってきました。もしもし。この後しっかり状況を説明して、ちゃんとね、お叱りもいただきました。ショックやな、ママも。ほんまにごめん。うん。いや、でも無理かなとは思ってたよ。そんなに忙しいからさ。めっちゃ冷たかった。なあ。冷たかった。はあ、そっか。友達おる。いるか。落ち込んでんの？ワンピース届いたやろ？あ、なんか今日ポストにあったけど、まだ下に行ってないわ。とりあえず、学費とかどうする？どうしたん？じゃがいも。焦げた。みんな優しい会社の人、みんな。やれることは私たちやるから課題とかみたいな。出席とかもしてあげるからって言ってたけど。不正で捕まるしやめて。それで、じゃあ今年は絶対進級しようって話になってたら、もう留年が確定してたっていう。みんなに申し訳ない。いや、ほんまにな。何か、ちょっと一年は、みんなの期待を裏切ったけど、頑張るっていうことで。うん。ちょっといいや。もう頑張るしかないな。うん。で、ちょっと自分が抜けても大丈夫なように、ちょっと回していけるようにな。うん。して、でも大学はやりたいこと見つけるために行くもんやし、見つかって頑張ってるのはすごいやんって。頑張りながらなんとか卒業して。それが長いねんちゃん。まだ3回して。パパと同じ道。なんとこいいんでいいのにな。まあ、ひなちゃん思ってる以上にひなは優秀だよ。いや、それが、そうでもないよ。漢字とか読めけんかったな、今日。あんだけ喋れんって普通の人。まあ。あんな英語喋ってベラベラ日本語喋って説明とか簡潔にできへんと思うで。ほんま。やっぱそこは、ひなしかできないことか。うん、と思うんやけどな。うん、そう思わん？うん。今日はじゃあもうねーや、ひなちゃん。うん。はい。じゃあね。おやすみ。バイバイ。まあ今日ね、ママとか会社の人とね、話し合ってんけど、まあ休学はせず、うちは今学期、もう取れるだけ頑張って単位を取って、留年してでも絶対に卒業はするっていうのは約束したから、コツコツ単位取って、ね、頑張っていくことにしました。いやーもうほんまに、まあ会社のみんなもそうやけど、もうほんまにママとかね、パパにはめちゃくちゃ感謝というか、まあ昔から変なね、なんやかんややらかしても、ちゃんと怒ってくれるし、でも心からほんまにひなのことを思って応援してくれてる。だからほんまにうちは幸せやなって思う。うちは昔からもう部活とかすぐ辞めるし、高校生でバスケ部、野球部、それ何やったっけ、テニス部、全部やってるし、全部干されて終わってるんよね。で、大学にも行っても、まあ馴染めず、ずっとクラブ出入りしてたり。その間バイトとかちょこちょこやってたけど全然続かんかったり。すぐ飛んだり。まあ結構まあずっとフラフラしてたわけやねんけど、やっと本気に打ち込めてるなとか、なんかめっちゃ頑張れてるなって久しぶりに思えたんが、まあこの YouTube やねんな。だからすごいまあうちも嬉しいし、ちゃんとママとかパパがすごいそこをちゃんと応援してくれてるのもなんか確認できてめっちゃ嬉しかった。YouTube もそうやけど、まあ、リンクアップを設立して、もうまともな社会人経験もないけど、日々優秀な人とね、日々優秀な仲間と、まあ、頑張ってるわけやねんけど、改めて自分の環境というか、今いる立場、まあ、留年してすごい今日落ち込んでてんけど、まあ、全体的に見たらめっちゃ幸せやなっていう。で、それはもう毎日ね、うちの動画とか見てくれてる皆さんのおかげです。もうほんまにありがとうございます。まあ、こんな感じで、いい感じでまとめたいところやねんけど、まあ、うちはな、まだまだやわ。授業ぐらいちゃんと出とけやって感じやんな。ほんまにそう。ちゃんと何でも両立できる、いい人間に一回なってみたい。なる。今年は、なる。普段からうちはね、英語を教えてる動画とか載っけてんねんけど、こんな感じでリアルなうちもね、みんなに見てほしいなってすごい思ってます。これから英語教育者のひなとして、大学生のひなとして、そして経営者のひなとして、もうね、もう全面で成長したいなって今年は思ってるから、まあ間にめっちゃ失敗して、やけくそなって、切れまくって、なんか何するかわからんけど、そこも含めて、まあ見てほしいというか、ぜひね、応援してもらえたら嬉しいです。Alright、じゃあ明日もね、仕事と、ちょっとまあ、大学のちょっと履修登録ももう一回ちょっとやらなあかんから。はい、こんなところで終わります。See you guys!